こんな汚い部屋もう嫌。他に部屋はないの？わかったよ。なんとかさせるから落ち着いてね。私スイートルームがいいわ。スイートルーム？そうよ。綺麗で広くて眺めも素敵なこの私にぴったりのお部屋。そうだね。君にふさわしいと思うよ。ちょっとあんた。はい。今日の宿代払っておくれよ。手持ちがないとか言わないよね。いや。ん？毎度。おはよう。おはよう。気をつけてね、リョウ。え？この町にもゴロツキたちがいる。ああ、そうだな。シェンファも気をつけてな。うん。もし怪しい奴を見かけても近づかない方がいい。まずは俺に知らせてくれ。いいな。うん、わかった。この緑色のは本当に果物なの？一体何の実なのかしら？これはそのあれだよ、あれなあ、あんた。これはラカンカ、ケイリンの特産物よ。千人の果実と言われててね、美容にとってもいいのよ。まあ、よし、ここのラカンカ全部くれ、全部だ。泥棒よ、誰か来て捕まえて。待て、
すみません。ああ、なんだい。これを207号室の夫婦に渡してください。はあ、頼みます。はいよ、やれやれ。6号館へ行って許さんに話を聞くんだったな。すみません。なんだい。許さんに会いたいんです。奥にいるよ。わかりました、ありがとうございます。許さんですか。んだ、なんか言うか。新天地でレッドスネークを追い払ったって聞いたんですが。日本人かい。あ、はい。あんたも憲法やるのかい。はい。挨拶代わりに手合わせでもどうだい。日本の憲法を見せてくれんかね。そしたら何でも教えてやるよ。何でも。んだ、あんた言ってもオラが知ってることだけだからね。
よいさ。教えてくれますか。ああ、約束だからな。新天地でレッドスネークたちを追い払ったそうですね。んだ、黙人喫茶を脅してたんでな。そいつらはどんな奴らでした。二人組で、一人は痩せて、もう一人はバンダナを巻いた大男だ。万来軒にいた奴らか。ほう、あんたもあったのかね、あのリョとコウってやつらに。ええ。おお、乾物屋を助けた旅のもんってあんただったのか。え、はい、聞いてるよ。オラからも礼を言うだ。いえ、俺は最近はレッドスネークのやりたい放題だ。花咲寺まで襲った、罰当たりどもめ。とはいえ、オラ一人じゃどうしようもねえ。奴らの居場所は新天地に万金堂って遊技場がある。あそこが奴らのたまり場だ。万金堂、わかりました。開くのは12時か。また後で来よう。少しやっていくか。
いいな。へえ。へえ。これはいいな。面白いな。これは面白いな。お、これは。すいません。いらっしゃいませ。レッドスネークの連中がここに来ると聞いたんですが。そのようなご質問にはお答えいたしかねます。そうですか。ビップカードをお持ちですか？ビップカード？はい。ここから先は満金堂ビップ会員様だけのお部屋になります。ビップ専用の部屋、ここが怪しい。会員になるにはどうしたらいいんですか？ビップ会員申し込み書にご記入の上審査が通れば。審査にはだいたい2ヶ月ほどいただいております。2ヶ月も？もっと早く入手できる方法はないんですか？そうですね、他のVIP会員様の紹介状があれば。VIP会員を誰か教えてください。残念ながら会員様の個人情報はお教えできないことになっております。そうですか。
すみません。一杯いかがですか？すぐにお待ちしますよ。満金堂のビップ会員を知りませんか？そういうことはお話できませんよ。こう見えても口は固い方なんで。そうですか。鳩場で働く連中にでも聞けばわかるかもしれませんね。何しろみんな遊び好きですから。鳩場か、わかりました。ありがとうございます。すみません。風景から美女のブロマイドまでアートな写真はいかがかな？お、いいの選ぶね。あんたいいセンスしてるよ。すみません。おう兄さん、ここは関係者以外立ち入り禁止だぜ。聞きたいことが。満金堂のVIP会員を知りませんか？あそこにはたまに行くが、VIP の知り合いはいねえな。そうですか。満金堂のことなら俺より特製の兄ちゃんが詳しいと思うぜ。俺も最初は特製の兄ちゃんに連れられて行ったんだ。わかりました。ありがとうございます。ようこそ調布へ。何かお困りですか？私は調布観光の案内をしているものです。そうですか、どうも。時間があったらぜひこの乗船所の中を見て行ってください。ここには調布の町のお役立ち情報が全部集まってますからね。全部ここに？はい。楽しい楽しい遊戯場や景品交換所の情報、お金を稼ぎたい時には釣りに商薬集めにアルバイト、ここへ来れば全部わかりますからね。そうなんですか。あとは困った時の運頼み、占い屋さんのお店もわかりますよ。そんなことまで？とにかく何か知りたいときはいつでも乗船所に来てください。すいません。おう、何の用だい？満金堂のVIP会員を探してるんです。徳生さんはもしかしてVIP会員ですか？俺はしこたまかもられてるだけだ。金持ちでなきゃVIP会員になれねえや。
そうですか。そういや、長風旅社に泊まってる金持ちがここんとこ派手にぶっこんでブイブイ言わせてるぜ。確かビップルームにも出入りしてたよ。長風旅社の。こんな汚い部屋もう嫌。他に部屋はないの？わかったよ。なんとかさせるから落ち着いてね。私スイートルームがいいわ。スイートルーム？そうよ。綺麗で広くて眺めも素敵なこの私にぴったりのお部屋。そうだね。君にふさわしいと思うよ。わかりました。ありがとうございます。もしかしてあの人か。金持ち。あの夫婦を当たってみるか。成金夫婦の部屋はこっちじゃなかったな。ルスカ、フロントに行き先を聞いてみよう。すみません。なんだい？207にいた夫婦はどこに行ったか知りませんか？お部屋が気に食わないとか言ってスイートルームに移ったわよ。金持ちだと思ってわがままばっかり言うから少しふっかけてやったわよ。スイートルームは203よ。すみません。なんだ、あんたか。ちょっと聞きたいんですが。何をだね。あなたは満金堂のVIP会員ですか？満金堂？そうだが。俺に紹介状を書いてもらえませんか？はあ？愛しのスイカちゃんとこれからラブラブって時にめんどくさいこと言うんじゃないよねえ、スイカちゃん。あんた何言ってんの？え？この人は私のバッグをひったくりから取り返してくれた人よ。話を聞いてあげなさい。はい、はいはい、紹介状、紹介状でしたね。ところで何の紹介状でしょう？満金堂のVIP会員の紹介状なんですけど。お安いご用で。ちょっと待っててくださる？ああさ、持っていきたまえ。ありがとうございます。
レン。え？なんだおめえか。暇そうだな。一体何をしてるんだ。うっせえな。何をしようと俺の勝手だろうが。そうかよ、悪かったな。そういうおめえこそ暇そうじゃねえか。え？お散歩ですか。うるさい。くところで何かつかめたのか。何か。お宝だよお宝。さっさと証拠の一つでも持ってこいってんだ。俺はお宝なんかに興味はない。ああそうかよ。すいません。いらっしゃいませ。こちらの VIP カードを発行してください。手続きに2ヶ月ほどかかります。え？紹介状があればすぐに発行してもらえると聞いたんですが。紹介状をお持ちですか？はい。ご提示ください。これです。確かに。では300元いただきます。え？お金を取るんですか？発行手数料として300元いただいております。わかりました、払います。それではカードを発行します。ご来店の際は必ずお持ちください。お客様、VIP カードのご提示をお願いします。カードか。VIP 会員です。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。で、万来軒で酒を飲んでたら日本人が空手の勝負を挑んできたのさ。怖い。それからそれから。その空手野郎はビール瓶を割って兄貴に襲いかかってきたが。来たが？来たが？兄貴は間一髪避けて反撃。たまげた空手野郎は一目散に逃げてったぜ。俺たちも追いかけたんだが逃げ足だけは早いのなんの。まあ空手っつうのは逃げ足だけは早いってわけだね、兄貴。ま、そんなとこだな。すごい強いのね。おい。あ？おい、なんだっつうの。うるせえな。兄貴、またこいつです。てめえ今度は勘弁しねえぜ。
エンさんはどこだ？エン？ハッカソンの石掘り師だ。ギレレレ。ああ、あの親父か。事務所に。俺たちの事務所にいる。事務所？どこだ？ギレレレレレレ。わかった。話すから勘弁してくれよ。事務所の場所は？長武旅社の裏から回って。地図を書け。わかったよ。話さなきゃ書けねえだろう。早く話してくれよ。すみません。武術書から木人まで、武術のことならお任せくだされ。ありがとうございます。
柱、こいつですぜ。俺たちの邪魔をしやがる日本人は。一人で乗り込むとはいい度胸だ。エンさんはどこだ。エン、あの死にかけのジジイか、それとも堅物の親父か。何がおかしい。楽しませてもらうぜ。手を出すんじゃねえ。はい。
ほらよ、出直してくるんだな。レッドスネークのアジトでやられた。レッドスネークのアジト？エンさんがそこにいると聞いて。父が？でもエンさんの姿は見えなかった。クソ、なんとかしてあの男を倒さないと。リョウ、リョウ。大丈夫だ、これくらい。レッドスネークの奴らのアジトを突き止めたってわけだ。おめえも少しは役に立ったってことか。実力はちょっと足りなかったみてえだがな。ま、ご苦労ご苦労。黙れ。あとは俺に任せておけってことよ。大船に乗った気分ってやつだ。アジトに行くときは呼びに来い。俺様は乗船所の2階にいる。忘れんなよ。分かった。準備はできた。レッドスネークのアジトへ行くぞ。そうか、よっしゃ。違うぜ。おい、なんだこいつは。せんで。お前ら何やってんだこの野郎。
軽いもんだぜ。こんなヘボい連中に負けたのかよ。お前も焼きがあったんじゃねえか。おい、クマみたいなやつとやってられっか。くそ、ずらがるぜ。参った参った。リョウ。シェンファ。こりゃ驚いたぜ。おめえが女連れとはな。リョウ、この人が。ああ、こいつがレンだ。ほう、もう俺様のことは説明済みってわけか。それにしても隅に置けねえな。一体どこでこんな姉ちゃんを。どうかしたのか、レン。まあ、俺様には関係のねえこった。そんじゃ、ネグラに帰るぜ。あいつ。今日はもう休むわ。ああ。おやすみ、リョウ。おやすみ。何か食べないとな。うまそうだな。もらっておこう。Thank you.
パンチもキックも効かねえ。クマでも相手にしてるみてえだったぜ。黙ってねえで、お前も少しは考えろ。どんなやつでも弱点はきっとある。あいつの拳法を。ああ、なんか珍しい構えをしていやがった。あんな構えは見たことがない。技の中にも動物みてえな動きがあったな。やつの使っている拳法が分かれば対抗策が見つかるかもしれない。誰か拳法に詳しいやつはいねえのか。拳法に詳しい人、許さんを訪ねてみよう。キョさん。おう、まずは手合わせだ。話はそれからだ。ところで、何の話だ？憲法のことで知りたいことがあるんです。
言ってみろ。変わった構えの剣法で。ほう。頭を下げ、後ろに大きく腕を上げた構え。何の剣法か分かりますか？分かんねえ。動物の動きが入っていました。そんだら簡単だべさ。猿なら猿剣、鶴なら鶴剣、虎なら虎剣、蛇なら蛇剣、キリンならキリン剣。わかりました。もういいです。許さんの知り合いに剣法に詳しい人はいませんか？いるよ。オラの師匠だ。許さんの師匠んだ。その人を教えてくれませんか？大仙四郎氏だ。港に行けば会える。ありがとうございました。また手合わせしてくるろ。はい。バイ老師。なぜ老師などと。許さんの師匠だと聞きました。許を知っているのか。はい。何の用かな。剣法のことで知りたいことがあるんです。剣法のこと。変わった構えの剣法で。おお。頭を下げ、後ろに大きく腕を上げた構え。何の剣法か分かりますか？それを聞いて何とする。俺の知り合いがレッドスネークにさらわれたんです。レッドスネークだと。そのボスが使った剣法を知りたいんです。それが分かれば弱点も必ず見つかる。その知人を救出するために戦うつもりというわけか。剣法の技は一朝一夕にはなし得るものではないことはお前さんも分かっているだろう。よほど切迫した状況ということか。お願いします。知ってるなら教えてください。いくら技を教えたところで使える基本がお前さんにあるのかどうか試してください。お願いします。それでは一つ手合わせでも楽しませてもらおう。跳ねれば水も跳ねる。これすなわち自然のこと。は逆らうことは無理というもの。
柳に風、流れのままに。その昔、剣法の修行が禁じられた時代があった。しかし人間とは面白い。お上の目が届かぬ様々な場所で修行を集まれた。その一つがこうした船の上、こうして後のように南拳は受け継がれた。クンフーが足りん。あの、老師、クンフーを積んでまた来なさい。いつでも手合わせをしてやろう。ありがとうございました。シェンファー。何、リョウ。港にいた鵜飼の漁師を覚えているか。鵜飼？ああ、長部に着いた時に見た。あの人は剣法の達人だった。剣法の達人？そうなの？ああ。それで力を貸してくれたの？いや、手合わせをしたけど、クンフーが足りないと言われて何も教えてもらえなかった。そうだったの。どうするの、リョウ。クンフーをもっと積むしかないのか。リョウ、先に部屋に戻るね。ああ。ちょっとあんた、今日の…いえ。ん？しっかり食べておかないと。でも生薬を見つけた。え？腸部にもあるのか。うん、八花村よりもずっと高い値段で買い取ってくれるらしい。そうなのか。この町には病院も薬屋もある。きっと薬が欲しい人がたくさんいるんだと思う。そうかもしれないな。父にも町の薬を飲ませてあげたい。病院にも。そうだったな。シェンファの親父さんも時々具合が悪くなるって言ってたな。うん。大丈夫だシェンファ。親父さんを助けて町のいい医者に連れて行ってあげよう。ありがとう。うまそうだな。もらっておこう。Thank you.
界の親父が老子だって？人は見かけによらねえもんだ。それで、あの化け物の憲法は分かったのか？それが、答えてはくれなかった。鵜飼の親父は知ってるのか？分からない。老子と手合わせをして、クンフーが足りないと言われた。教えても無駄だと。バカ野郎、クンフーなんか足りなくたって勝てるときゃ勝てるんだ。そうか。待てよ。おい、クンフーができる場所ってどこだよ？武漢とか道場だと思う。そうか、憲法に詳しい人がいるかもしれない。よし、クンフーができる場所を探すんだ。ああ、すみません。いらっしゃい、木人喫茶へようこそ。憲法に詳しい人を知りませんか？どんなことだい？動物の動きがある憲法について。動物の憲法か。悪いけどそっちは詳しくないんだ。木人と軟犬なら詳しいんだけどな。店に来るお客さんで詳しい人はいますか？さあ、ちょっとわからないな。悪いな、力になれなくて。いえ。せっかく来たんだ、クンフーの練習していかないか？マホなら無料だよ。マホか。バイ老師にクンフーが足りないと言われたからな。やっていくか。木人喫茶なら憲法に詳しい人がいると思ったんだが。どうしたんだい？あの、ここの他に憲法家が集まりそうなところを知りませんか？それならやっぱり6号館じゃないか。あそこには憲法の先生が何人かいて、教わりに行く人も多いからね。6号館ですか？
キョさん。おお、あんたか。バイ老師には会えたかい？会えたんですが、クンフーが足りないと言われました。あの剣法が何かもわからないままです。そうかね。ここに来れば、誰か剣法に詳しい人がいるかと思ったんですが。ご覧の通りだ。今はオラしかいねえ。そのようですね。そんながっかりすんなよ。せっかく来たんだから手合わせでもすんべ。はあ。ロースから空腹が足りねえって言われたんだろ。はい。そんだらあそこで魔法ができるからやってたらどうだ。そうですね、やっていくか。
ここに憲法に詳しい人はいないようだ。どうした？あの、ここの他に憲法家が集まりそうな場所を知りませんか？ほら、たまに木人喫茶に行くけどな。木人喫茶にはもう行きました。もう行ったのかい？はあ、あんたも好きね。はい、あの、他には？そうだ、知ってるんですか？どっかに憲法家が掛け試合やってるとこがあるって聞いたことがあるぞ。ストリートファイトっちゅうの？掛け試合ですか？それはどこに？じゃあね。そうですか。すいません。お、やるかい兄さん。あの、聞きたいことが。ごちゃごちゃ聞くよりやった方が早いよ。さ、あがんな。ほれ、憲法に詳しい人を探してるんです。憲法に詳しいやつ？そんなの探して何しようってんだ？変わった構えの憲法を見たんです。変わった構え？はい、技には動物の動きが入っていました。それが何という憲法なのか知りたいんです。なるほどな。誰か知りませんか？心当たりがなくもね。本当ですか？教えてください。なら俺あがんな。え？勝ったら教えてやるって言ってんだよ。知りたいんだろ？わかりました、やります。よし、じゃあ早速800木札出してもらおうか。木札を800枚ですか？エントリーフィーってやつだよ。勝てば増えて帰ってくるぜ。ほれ。今はちょっと。なんだい、足りてねえのか。きっちり用意してからまた来な。すいません。おお、兄さんか。あの、聞きたいことがあんのならこれリングに上がんな。勝ったら話を聞いてやるからよ。わかりました。よし、じゃあ早速800木札出してもらおうか。今はちょっと。
なんだい、足りてねえのか。きっちり用意してからまた来な。あの、木札か。10元で木札100枚。いくら出すんだ。勝てるといいな。木札は景品と交換できるぜ。後で景品交換所にも行ってみな。景品は質屋に持ってきゃ金になる。木札を増やしゃ金も儲かるってことさ。おお、あの、勝ったら。わかりました。よっ、これを。よし、そんじゃ追っ始めようぜ。さあ、本日のスペシャルバウトだ。どこのドイツか知らねえが、命知らずの風来坊がやってきたぜ。対戦するのは、波止場で鍛え抜いた最強の喧嘩殺法、狂気の表し、八段李風丹無理。木札だ。どうも。それで、あの、あ、なんか用か。憲法に詳しい人を教えてください。憲法に詳しいやつ。はい、心当たりがあると。ああ、そのことか。教えてください。そういうことならそこらの武術屋で聞きな。え、憲法の流派だの技がどうのなんて、この俺が知ってると思うか。はあ、そういううんちくは武術屋に行きゃわかる。心当たりってのはそういうことさな。そうですか、わかりました。すいません。よう、いらっしゃい。いい技書が入ってるぞ。そうか、また来てくれ。すみません。よう、いらっしゃい。憲法のことで知りたいことがあるんですが。いいぞ、武術のことなら何でも聞いてくれ。変わった構えの憲法を見ました。その憲法が何か知りたいんです。ほほう、それにはどんな特徴が。基本は大きな動きで、遠くからでも攻撃を仕掛けてくる。構えは。頭を下げ、後ろに大きく腕を上げた構え。何という憲法か分かりますか。さて、それだけでは。他に何か特徴は。動物の動きが入っていました。動物。それならば鶴剣や蛇剣、虎剣などいろいろあるが、
動物は一種類じゃなかった。どんな動物が？あれは、あの動きは、蛇の型でした。蛇か。邪剣という独自に進化した剣法があるな。他にどんな動物があった？あの動きは、猿の型でした。猿か。真偽六号剣に後継剣という猿の型があったな。他にどんな動物があった？あの動きは、竜の型でした。竜だと？うん、あることはある、あることはあるんだが、詳しくは知らん。他にどんな動物があった？あの動きは、熊の型でした。うん、経緯圏の中に有形という型があるな。風格は勇猛、豪快、複数の動物の動きあり。うん、その剣法は真偽六号剣。真偽六号剣。気を練り、呼吸を整えて強力な剣を発する内科剣の一つ。十大剣と呼ばれる十種の動物の型を技の核とする。十大剣。多分あんたはその中のどれかを見たんだろうな。その剣法はどんなものなんですか？真偽六号剣は実戦で最も強い剣法の一つと言われる。勝つにはどうすれば？遠距離からの攻撃は絶大だ。だが豪快な動きには隙もできる。接近し、短い間合いから強力な技を放てば、あるいは接近して強力な技を。八極拳の奥義なら勝てるかもな。その奥義とは？奥義書があればわかるんだが。八極拳の奥義書。あいにく今置いてなくてね。すみません。お探し物かな？武術のことなら何なりと。
また来なさい。すみません。お探し物かな。八極拳の奥義書はありますか。八極拳じゃと。もちろん置いてある。それを売ってもらえませんか。売ってもよいが、さて、養子仙林。養子仙林。どうする、買うかね。買います。うん、良い買い物じゃ。では養子仙林の技書を。シェンファー、八極拳の奥義書を手に入れた。これがあればレッドスネークのボスを。よかった。でも無理はダメ。ああ、まだ本を手に入れただけだ。勝つためにはここに書かれている奥義を自分のものにしないとな。うん、今日はしっかり休んで明日に備えよう。ああ、そうだな。八大将の奥義、養子仙林。おい、最後のページがないぞ。何？どうすんだ。バイロー氏だったらこの続きを知っているかもしれない。聞いてみるか。これは養子仙林。中国憲法の中でも屈指の破壊力を誇る八極拳の奥義。最後のページが抜けています。老子なら推測できるはず。教えてください。お前さんとの三打の時、八極拳の技をいくつか見た。誰から教わった。父や香港の唐李翔老師にです。唐李翔、その名は聞いておる。八極拳の素養が少しはあるということか。お願いします。教えてやってもよいが、クンフーが足りなければ威力も半減する。分かっています。そうか。お前さんのクンフーが足りているとはわしにはとても思えんが。ロシ、俺は武神道の白龍。え、両者の先の道場におる修行者じゃ。なかなかに腕が立つぞ。その白龍に勝ってみよう。
武神堂の白龍。そうすればお前さんの功夫認めてやろう。すみません。鍛錬ですな。木人で功夫を積むもよし、三打で技を磨くもよし、試合で自分の力を試すこともできますぞ。さてどうしますかな。試合ですか。それはそれは。では赤龍がお相手をしましょう。今のあなたには程よい実力だと思いますよ。お見事でした。赤龍に勝ったのであなたの段位は6です。さらに上を目指し励んでください。もう試合を今度は黒龍がお相手しましょう。勝負でした。黒龍に勝ちましたね。それではあなたは昇段です。この調子でお励みください。さ試合がよろしでは。よく青龍に勝ちました。大したものです。文句なしの昇段です。私も嬉しいですよ。鍛錬
や。では少し骨のある相手を呼びましょう。白龍という男です。勝てますかな。良いものを見せてもらいました。商談おめでとうございます。あなたほどの猛者は長武でもそうそういませんよ。よし、これで梅老師に技を伝授してもらえる。老師のところへ急ごう。すみません。鍛錬ですな。木人で功夫を積むもよし、三打で技を磨くもよし、試合で自分の力を試すこともできますぞ。さてどうしますかな。試合ですか。ではあなたのような猛者にふさわしい強力な修行者を呼びましょう。その名も王龍。くれぐれもお気をつけて。いやいや、これは不運。木人練習、功夫ともに十分と思いましたが、こうなるとは。しかし、次の試合は大丈夫でしょう。ぜひ再び挑戦を。
恐れ入りました。あなたは孫をことなき当道場の最上位者ですぞ。これ10段最上段位だ。親父見ているか。老師、ん？武神堂で白龍さんに勝ちました。お願いします。八極拳の奥義を俺に教えてください。うん、よかろう。この技は鉄山鋼の習得が条件じゃが、鉄山鋼は敵の攻撃をかわし素早く後ろに回り込み鉄山鋼を仕掛ける。わしを相手に仕掛けてみろ。よし、もう一度やってみるか。技を覚えたとて使い手の訓風が足りなければ威力は半減する。鍛錬を怠るでないぞ。はい、ありがとうございました。八極拳の奥義ってやつは分かったのかよ。ああ、バイ老師に伝授してもらった。よっしゃ、今度こそあの熊野郎をぶちのめしてやるぜ。夕方の5時、レッドスネークどものアジトの前だ。いいな。分かった。
いらっしゃい。うちは良心的な質屋、安心の高額買取です。セットでお持ちの品を交換することもできますよ。買い取れる品はこのあたりですな。ではこちら、買い取らせていただきます。また売りたい品があればいつでもどうぞ。ちょっとあんた。はい。分かってるだろ。黙ってる宿代払っておくれよ。手持ちがないとか言わないよね。いや。ん、毎度。すいません。よう、いらっしゃい。いい技書が入ってるぞ。うん、ありがとう。なんだ。今度はレッドスネークじゃなくてグッとくる姉ちゃんだぜ。どうなってんだ。え、俺に言われても。俺たちは何も怪しいもんじゃないんだが。ここにいた奴らは誰のことかしら。ここにいたレッドスネークの奴ら、ほら、クマみてえな奴だよ。な、あんたも見なかったか。
出て行ってもらったわ。ここはもともと私の土地だから、出て行ってもらった。奴らがどこに行ったか分かりますか？古城に行くと言っていた。古城？海岸の古城。お嬢ちゃんと一緒に。お嬢ちゃん。おい、行くぜ。ここにはもう用はねえ。ちょっとあんた。え？手紙預かってるよ。うん。お嬢ちゃんを助けたければ鏡を持って古城へ来い。この手紙は？女が現れてあんたの連れと出て行ったわよ。あなたのお友達がレッドスネークの奴らに。え、リョウが？早く来て。あの女か。お嬢ちゃんってお前と一緒にいたあいつか。助けに行く。おい待てよ、どうあがいても今日は動けねえ。クソ。いいか、今日は寝ておけ。明日、鳩場で作戦会議だ。何か食べないとな。古城ってのはあの山の上の建物だ。昔この長部を治めてた豪族の城だって話だ。シェンファはあの城に。うん、うん、それは、出来の悪い模造品か。なんかの役に立つかもしれねえな。もらっとくか。いざとなったらこいつを奴らに掴ませるんだ。ふざけるな。もし偽物だとバレたらシェンファが。何をふぬけたこと言ってやがんだ。その鏡はお宝の鍵だろうが。ダメだ、お前の考えに乗るわけにはいかない。けまあいい、とにかく向こう岸に渡る船がいる。お前は船を用意しておけ。ああ、お前は。俺様にもちょっと考えがあってな。準備ができたら乗船所の2階に来い。
わかった。すいません。わしに用かの。対岸の古城へ行きたいんです。あの城にか。悪いが先約があっての。え？前金でもらっちまったからしばらく船は出せんのじゃよ。どこぞの成金らしいが、いつになったら来るのやら。すまんが他を当たってくれんか。そうですか。すみません。いててて、また膝の具合が。わしも年だな。対岸の古城へ行きたいんです。船を貸してもらえませんか。あの城にじゃと。あいにくじゃが、船底に穴が開いちまっての。修理はできないんですか。修理はしておるが、はてさて、いつ治るやら。悪いが他を当たってくれんかの。そうですか。すみません。いや、迂回見物かね。対岸に渡る船を探しているんです。貸してもらえませんか。まあ俺のちっこいイカダはあるが、乗るのは兄さん一人かね。いえ、俺の他にあと一人。それじゃあチート無理だわ。俺とウだけで定員一杯だからな。向こう岸に着く前に沈んじまうぞ。そうですか。どうしても対岸へ渡りたいんです。心当たりはありませんか。船持ってるやつに頼んでみなよ。そうですか、わかりました。すみません。なんだ、今日は漁はしねえぞ。対岸へ渡りたいんです。向こう岸に。はい、船を貸してもらえませんか。おいおい、利口をなめちゃいかんぞ。え？このくらいの大河になるとわしら迂回のイカダでは渡れん。そうなんですか。イカダは浅くて流れのないところでしか役に立たんのじゃ。行きたいのなら船を探さんと。船ですか。どこへ行けば船を借りれますか。知らんな。そうですか。対岸へ行く船が見つからない。バイさんに聞いてみるか。すみません。
おや、対岸へ行きたいんです。船を貸してもらえませんか？対岸へ？はい、レッドスネークにさらわれた知人を助けなくてはならないんです。うん、お願いします。時間がないんです。危険と分かっている場所に行く手助けをこのわしにしろというのか？それは、あの対岸の古城とやらは人が寄りつかぬのを良いことに怪しげな者どもが根城にしているとも聞く。え？レッドスネークの一人や二人を相手にするのとはわけが違う。そんなところにお前さんのような未熟者を。それでも行くしかないんです。言うて聞くような男でもあるまい。え？船を用意してやると言うておるんじゃ。ありがとうございます。しばし待て、朝までには船を用意しておく。わかりました、お願いします。できたか？ああ、バイさんが力を貸してくれる。またあの憲法じじいか。明日の朝、漁港の桟橋にバイさんが船を用意してくれる。明日の朝だな。よし、